テンダーロインズのテンダーレイド。まあこの今日撮ったね、はい、モーニング願望ともう一つ何かっていうと、はい、サイレントロックスターというなんとも曲なんですが、キラキラした名前ですよね。こっちこそテンダーらしくないっていうね。そうですね。で、じゃあなんでテンダーらしくないのかっていうと、さっきの話につながるんですが、はい、私引っ越しをしましたね。町内引っ越しですね、はい、町内環境正常化しました。正常化しました。もう綺麗ですよ。町内環境に詳しい。綺麗、詳しい。町内の町の名前を言っちゃうとファンが押し寄せるんですよ。これはちょっとね、もうそりゃ あれに秘密にさせていただいて、近隣の人にもね迷惑がかかっちゃうっていう。そうなんです、そうなんです、はい、でまあそれでも第何回か目なんか言ったよね、俺の町が近いところの名前言っちゃったけど。それはいい。確かに引っ越しの際にですね、まあ、引っ越しというのは古いアルバムなどに目が奪われてですね、はい、なかなか荷造りが進まないっていうのはあるあるだと思う。あるあるですね。CD が出てきたんですね。で、見てみたら、あの、オクトプリンスっていうバンドでね。オクトプリンス。オクトプリンスっていうバンドの曲が出てきてね。まあ、内容を隠そう。私が人生で初めて大学生の時に、はい、大学2年か3年か忘れたけど、はい、まあ、つまりは15年ぐらい前にですね、はい、初めて組んだバンドで、はい、で自分で作詞作曲して、まあ一人でね、初めて当時8チャンネルの Zoom のね、はい、Zoom 社の MTR を持ってたんですけど、はいはいはい、8万ぐらいしたのか分かんないけど6万ぐらい忘れる、当時としてはね、はい、タグログっつったらパソコンで作ってる人なんてもうほとんどまだいない時期ですから、ね、はいはいはい、いたか、まあ俺はできなかったけど、まあそれで MTR でタグログをし始めた、うん、つまりはまあ僕が音楽を始めた頃の 初期のですね、総初期のですねタグログの CD が出てきたんですよ。お、もうそれ本当にだからリアルに10年以上ぶりぐらいに聴いてるわけですよ。だから、ほうほうほう、でそれを聴いた時に、はい、ちょっと後で聞いてもらおうか。そうですね。まあでもこれを聞いてもらうのは配信した後にしようか。うんうん、せっかく今日ね、撮ったやつを配信した後にラジオでね、うんうん、その15年の違いをね、はい、15年でそれだけ成長したというか、15年前との違いを聞いていただくためにも、まあそれは配信後にまたラジオでやりますけど、はい、まあ、ちょっと感慨深いものがありましたね、それを聞いた時にね。うんうんうん、で、ジョーにすぐ聞かして、すぐすげえ出てきたっつって。なんかすげえの来た。15年前のなんか自分の音源でできたとか言って、はい、超拙いんだけど、うん、何かを感じるのね、そこには。こう、まあ、俗に言う初期衝動というやつですね。はいはい、曲を初めて作ったとかね、まだ曲作りをね、して初めの頃っていうのは、できたらもう、すげえいい曲だと自分ですごい思って、はい、それで誰かに早く聴かしたいというかね。そういう人前で演奏して歌いたいとかね、そういう思いがね爆発してましたね、うんうん、その楽曲の中でね。単純に覚えてたんですか、あ、こんな曲あったなっていうのは。ああ、ね、まあ正直、うん、覚えてはいた、はい、多分メロディーも忘れてはいなかった。おー、いや、まあ、いやっていうか結局その CD を見るまではって感じ。あ、まあ正直もう忘れてたかな。はいはい。で、出てきたときになんだこれはっていうのはなかった。一応全部覚えてたけど、あーみたいな、そういうあの時のあれだっつって、はい、でもやっぱり細かいとこまでは覚えてないから、はいはいはい、もうね、ほんとこれ何週間後かなんか聴いていただいたときすげえ恥ずかしいんですけど、もう面白いですよ。アレンジ、まあそのね、めちゃくちゃですよ。でもね、ほとばしるね、うん、聴かせたいんだっていうかね、うんうん、俺はいいもの作ったっつってね、こうなんていうのかな、やっぱ音楽愛というんですかね、うんうん、ロックンロール愛というんですか、うん、まあ若気の至りというんですかね、はい、すごくはつらつとしたものができてましてですね、はい、でジョークに聴かせたら、はい、まあ、今ねアレンジしたらどうなるんだろうという話になって、うんうん、で、まあ、初心に帰るという言葉もありますけど、はい、僕もそれをちょっと考えてね、あ、それやったら面白いなと。なんかこの15年ぶりにね、自分の曲をこうリメイクするっていうのも初めてのことだったので、うんうんうん、したらどうなんだろうっつって、いう風にして作ったのが今日の2曲目のサイレントロックスターですね。はい、なので、うん、
でもやっぱ聞いてやっぱ井上さんだなって思いましたけどね。何も変わってない成長してないみたいな。やめてください。ちょっといやいやいや、ま、だでも声わけえなって思ったっすよね。とりあえず声わけえなって思ったけど、あでも井上さんだわこの曲と、まあこのね、あの拙いだろうけどもアレンジも、あ井上さんだって感じしましたよね。今も十分高いけど、当時もっと声高かったもんね、聞いた。いや高かった。女の子みたいな声だったから。あれでも俺も二十歳とか近いわけよ、18、19なんだよ。ああ、19ですか。そう、今でも自分でも、ね、あんまこの高い声嫌だなと思うけど、当時よりはね、やっぱおっさんの声になってるなと思うよ、うんうん、まあぜひぜひ、それも楽しみに待っててください。ラジオであげるんで、はい、いい曲ですよ。じゃあその内容をちょっと簡単にネタバレしない程度に言うと、サイレントは何のサイレントかっていうと、近所迷惑を考えて叫べないけどロックを歌いたいっていう思いの青年の歌っていう、はい、そういうことね。そういうはつらつとした、今日もね、あの撮ってる時にあの向井さんってね、 REC スタジオって、いつも世田谷 REC スタジオっていうね、めちゃくちゃいいレコーサーで撮ってるんですけど、もう最高のスタジオがあって最高でね、はい、そこで、そこのエンジニアの向井さんなんかを聴きながらね、なんかすごいハツラツとした曲ですねそれでジョーがドラム叩いてる時こっちでちょっと喋ってたんだけど、はいはい、そうなんです、ね、あのミキシングルームで喋ってて、いやこれ実はカクカクシカジカでさっきの引っ越しの話をしてね、15年ぶりに出てきてつってリメイクしてるんですよみたいな、はい、へーとか言ってすごいなんかね驚いてたっていうかね、楽しそうにして聴いてくれてたけどね、褒めてくれたけどね、なんかいろいろね、ハツラツとしますよ。まあ、まだね、聞かせられないけども、僕も久しぶりにあんなに思いっきり叩きましたよ。ドッバッドッバッドッバッって。だからね、ジョーが3テイク取ったっけ。3テイクぐらいですね。やっぱね、1、2テイクはちょっとおとなしかったんだけど、はい、何か掴んだっていう3テイク目のね、うん、音量が全然違ったもんね。出音の、あ出音の音が全然違って、すごい良かったね。まあ最後だっちゅうのもありましたけどね、こんなみたいな。さらにはその、やっぱりテーマが初期衝動だからね、あ、はいはい、ジョーにも最初に撮る前に言ったし、俺もそれを心がけてレコーディングするんだけども、したんだけども、もうむしろちょっと下手なぐらいっていうか、うんうんうん、こう言うと難しいんだけど、ニュアンスとしてはね、あの綺麗に弾こうとするなと、もう勢いでね、なんていうのかな、その魂っていうかね、勢いでババッとね、うんうん、やる方が合う曲だなと思ってそう言ったら、うん、まあ、まさにそういうことになったよね。そういうテイクが取れましたんで、うん、俺も久しぶりにあんな速い曲弾いたもん。手追いつかないんだ途中。テンポ200ですからね。200、早いですよだいぶ。もうね、30超えてテンポ200っていうのはね、音楽やってる人は分かると思うんですけど、うん、結構きついんですよ、うん、だいぶ早いですよ。寝る壊すよ。寝る壊るな。200とか。そうそう、まあ、ジョーもね、ああいうあのそういうバンド好きだし、そうですね、僕も好きだから。前回中かね、以前話しましたけど、まあ今日配信したボリューム13でそういう話をし、あ、12か、先週の先週ですね、ボリューム12かなんかの、はい、あの回で僕のルーツミュージックみたいな、ね、うん、そうそうそう、メロコア好きでしたから、うん、という感じですけどね、完全にそれをね、はい、出してもらえたらなっていう目論みがあったんで、はい、今回ね、あれですよ、くだらねえこと喋ろうと思ったけど普通に真面目な話しちゃいますよね。まあ、要収書を俺ちょっとだけ入れてるから大丈夫。あっもっと砕けて大丈夫だよ。砕けた感じで聞いてる人もそういうの望んでると思います。そうね、くだらないのがいいでしょう。真面目なのも天だ、くだらないのも天だ、うん、もうね、何やってもテンダーですか、うん、テンダーがやることは関係ないですね。そうだね、ぜひ聴いていただいて。